朝から降っていた雨は止みました。帯広競馬場メインレースは第12回白輪賞バンエーグレード34歳重賞ロード1冠目10頭飛び出しました。第一障害に向かいます。5番の新鋭ボブ、6番のゴールデン風神、2番の目白剛力、この辺り先行して1障害降りましたが10頭ほぼ一覧です。全馬第一障害降りています。ゴールデン風神、内からダービーは目白剛力、その外3番中前が来た、4番のカネサスペシャル、ほとんど離れていません。あとは J1 ミノルシャープ、5番の新鋭ボブ、1番の雲海大将、外は松風雲海、そして北勝無限です。6番ゴールデン風神先頭で2障害手前、前半40秒で来ています。2番手以降も集まって、さあ番泳ポイント、第2障害各馬仕掛けます。ゴールデン風神、そしてカルサスペシャル中前が来た、外はミノルシャープ、何が下ってくるか、各馬の挑戦。2番の目白剛力、4番のカネサスペシャル、外は9番ミノルシャープ中前が来た、そして5番の新鋭ボブ固まってくらって、その後グイグイと8番の J1、 そして6番のゴールデン風神、10番の松風雲海、雲海大将今くらってきた、前の争い残り 30m 切ります。4番のカネサスペシャル、外9番のミノルシャープですが、じわーっと8番の J1 上がってきた、連れて6番ゴールデン風神、5番新鋭ボブ、残り10を切りました。好レースですが、8番の J1 が抜けた、8番の J1 1着、そして2番手は6番のゴールデン風神、3番手どうか、カネサスペシャル新鋭ボブ並んでいます。第10競争第12回白輪賞混戦でしたが、抜けたのは8番の J1、 重賞初制覇